青木深夜、青木深夜、青木深夜、男性、1983年5月9日体は、日本の総合格闘家、プロレスラー、柔術家、静岡県静岡市出身、パラエストラ東京、エボルブ MMA 所属、柔道三段、ブラジリアン柔術黒帯、第8代シュート世界ウェルター級王者、第2代ワン世界ライト級王者、 第2代ドリームライト級王者。お笑い芸人のハリウッドザコ師匠はいとこ。寝技の極めの技術に長け、数々の試合で一本勝ちを収め、日本の軽量救済候補の根技師として評価されて、いたが、世界レベルの相手には、敗戦が続いている。飛べ席銃弾、飛び艦銃弾、バカサバイバーの異名を持つ。小さな工場を経営していた父のもとに生まれる。 幼少期は授業中も動き回ったり落ち着きのない子供であり、力も強く他のことの喧嘩も耐えなかった。それにより何度も家族が学校に呼び出されることがあったが、父は子供一人言うこと聞かせられないあんたの器が小さいんだろうと学校に単価を切り、もう先生の言うことを聞かなくていいから、と青木にアドバイスした。青木は小学校高学年からはしっかりと授業を、 受けられるようになったが、この頃から孤立がちであった。小学三年生から柔道を始めたが、学校では問題児扱いされて孤立していた青木にとって、柔道に集中している時間は救いであり、青木は柔道には真剣に取り組んだ。ところが、東海大、第一中学時代には、レベルの差を、通貫、二年生の頃には補欠に甘んじ。 柔道部の顧問からは期待していないと言われた。才能も体格もない自分が強くなるには、練習に打ち込むしかないと考えた青木は、並の部員の2倍練習し、部活外で、クラブチームに参加して様々な指導者のエッセンスを自分に加えた。また格闘技雑誌を読み漁り、柔道では、通常使わないような飛びつき腕十字などの技術も、貪欲に取り入れる、と、努力を重ねて、 レギュラーの座を得た。青木が力をつけて、試合に勝つようになるとコモンは手のひらを返したように、期待を寄せるようになり、3年生の高校進学を控えた時期には、お前は日本代表になるかもしれないと声をかけた。そのまま自然な流れで高等部に内部進学することもできたが、青木はかつて自身を否定したコモンに憤りを覚え、ライバル関係にある静岡学園高校に進学した。 いきなり相手に飛びついて、決め技を狙う柔道スタイルに対する批判は、高校でもやまず、先生から多くの生徒に見られる中で自分の技をこき下ろされたこともあり、青木の柔道生活は、背負い投げ、内股、大外刈りを得意技としなければならないとする柔道界の暗黙の了解との戦いであった。しかし、高校の柔道部における柔道生活自体は、顧問の先生に、 好きなようにやらせてもらえる快適なものであった。顧問ンバンカラ気質の器の大きい人物で、全国大会の出場権がかかった、県予選で勝利した時に、青木は、柔道の不分率を破って派手なガッツポーズを行い、他校の指導者からの抗議を受けるが、顧問は、すまん。見ていなかったと知らんぷりして、青木をかばってくれた。早稲田大学人間科学部でも柔道部に在籍。 この当時からすでに様々な格闘技に通じ、飛びつき腕ひしぎ十字がため、脇固めスピニングチョーク、フットチョークなど、柔道においては、得意な技の数々で勝利をものにしてきた。その結果全日本ジュニア強化選手となったが、競技柔道、行動間柔道では投げ技による一本勝ちを重視する傾向があるため、青木のスタイルは、行動間柔道の世界からは、異端扱いをされ、結果青木は、 その格闘技間の違いから曲を重視した格闘技へと活躍の場を移すことを決意、総合格闘技にシフトするきっかけとなったのは、中学、高校時代に桜葉和氏がグレーシーハンターとして、競合外国人選手を次々と破り、一気にブレークした過程をリアルタイムで見ていくことである。大学の柔道部では、反骨心を剥き出しにして、 伝統を重視する指導者の意見にも耳を傾けず、上下関係を前提にして油断している先輩と、組み合えばタップアウトしても緩めるとなく、技を極め続け、倒れ込んだ相手の手のひらを踏んづけることすらあった。柔道部で衝突を繰り返す青木を誰も制御できなくなり、監督から呼び出されて首を宣告され、大学3年生のうちに格闘家としてのプロデビューを果たした。 デビュー当初は練習場所の RJJ、リアルジャパン柔道やチームロケンを所属先としていたが、2004年10月のディープシックスティーンスインパクトから中井勇希のパラエストラ東京所属となった。なお、青木は中井からブラジリアン柔術黒帯を授けられている。2003年11月24日、クラブディープフォースで行われたフューチャーキングトーナメント 82kg 一家級で、 優勝。2004年10月30日、ディープシックスティーンスインパクトで行われたウェルター級、マイナス76キログラムトーナメント準決勝で、中尾受太郎と対戦。寝技を駆使し試合を優位に進めるも、スタンドの打ち合いで、左ストレートを喰らい、こう負け。2004年11月28日、COPA リバーサル2004で、弘中邦香と、 充実マッチで対戦し、飛びつき腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。フィニッシュの腕ひしぎ十字固めで、広中は右肘を脱臼した。2005年1月29日、初参戦となったシュートで、キース・ウィスニエフスキーにスタンド状態から腕ひしぎ、脇固めで一本勝ち。フィニッシュの腕ひしぎ脇固めで、ウィスニエフスキーは左腕を骨折した。2005年5月4日、 シュートで岩瀬重俊と対戦予定であったが、眼底検査で網膜劣行と診断され、インターナショナルシュートコミッションより、ライセンスが発行されず、欠場となった。2005年5月28日、アドック2005では 77kg 未満級の2回戦で、マルセロガシシアと対戦、バックを許し、チョークスリーパーで1本分け、翌日5月29日には、 無差別級の一回戦で、ホジャー・グレーシーと対戦し、アキレス県固めで一本負け。2005年6月11日、プロ柔術関西、大阪夏の陣で、渡辺直義へのリベンジに成功。試合後、セコンドについていた、渡辺の師である、早川光義に、次はお前だ、と対戦に要求した。2005年7月30日、 網膜劣行が完治しシュートより、ライセンスが発行され、5月に中止となった岩瀬重敏と対戦。開始35秒右ローキックを股間に受けてしまい、反則勝ちとなった。2005年8月20日、シュートで桜井マッハ即人と対戦し、判定負け。2005年10月19日、カリフォルニア州で行われたヒクソングレーシー主催の、 武道チャレンジ 77kg 未満級トーナメントに参戦。決勝でキャメロン R に一本合致し、優勝を果たした。2005年11月6日、1年前に柔術マッチで対戦した広中とシュートで再戦し、三角締めで固めた上での鉄椎で、左眉付近をカットさせ、TKO 勝ち。2005年11月20日、 カンペオナアートジャポネーズ柔術アベルトのアダルト、クロービアブソルート級1回戦で、階級が下の尾野瀬達也のスパイダーガードを攻略できずに敗北。2006年2月17日、シュート世界ミドル級マイナス7 6ラム、チャンピオンシップで王者、菊池晃に判定勝ち、史上最短の5戦目にして、世界王座獲得に成功した。試合直後に、 リング上でマイクを握った青木は号泣しながら、シュートへの感謝を語り、俺は一生シュートしかやりませんと宣言した。また、直後のインタビューでは、プライドさんからも声がかかったけど、プライドは競技ではない。あれはイベントであり、エンターテイメントだから僕の目指す競技ではないと発言してた、後日。2006年3月に、大学卒業後、警察官、静岡県警となり、 警察学校に入るが2ヶ月で退職し、プロ格闘家一本へ、そして雑誌にてプライドへの参戦をほのめかし、後に、プライド参戦が決定。2006年8月26日、プライド初参戦となったプライド部指導、その12体で、ジェイソン・ブラックと対戦し、三角締めで一本勝ち。試合後、マイクを持つと、シュート第8代世界ミドル級王者の青木誠です。 シュートもプライドも皆さんの応援がある限り、まだまだ頑張りますとコメントした。2006年10月14日、シュートでジョージ・ソテロポロスと対戦し、足関節技を狙い続け、グラウンドを支配するも、にある開始直後に、相手が放った、近敵攻撃による反則勝ちとなった。2006年11月5日、プライド武士道、 その13体でギルバート・メレンデスと対戦予定だったが、メレンデスが負傷欠場。代役のクレイ・フレンチと対戦し、三角締めで一本勝ち。試合後、リング上でマイクを握った青木は、リングサイドで腕をギプスで固定しながら観戦していたメレンデスに対して、大晦日に試合をすることを呼びかけ、メレンデスもこれに賛同したものの、結局同年の大晦日は、青木は、 ヨアキム・ハンセンとメレンデスは川尻達也と対戦したため両者の対戦は実現しかった。2006年12月31日、プライド男祭り2006でヨアキム・ハンセンと対戦。レインボーカラーのスパッツマウスピースという入れ立ちで登場。開始早々にグラウンドに引きずり込みフットチーク。プライドの公式記録はトライアングルチョークで一本勝ち。 2007年2月17日、州都世界ミドル級王座防衛戦で、菊池明と再戦し、三角締めやオモプラッタを交えた締め技、糸通し、関節にでグラウンドを支配するも、菊池のパウンドで若干ポイントを取られ、2から1の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2007年3月、ディープジムで自らが指導するクラスを開始させた。 2007年4月8日、プライド34で、ブライアン・ローアンユーと対戦。ローアンユーのパウンドや膝蹴りでダメージを負うも、冷静にしたから腕ひしぎ十字固めを極め一本勝ち。2007年6月17日、グラップリング大会、ディープ X のメインイベントで、ペドロ・アキーラと対戦。開始38秒、チョークスリーパーで一本勝ち。 2007年12月31日、やれんのか。大晦日。2007で JZ カルバンと対戦予定であったが、カルバンの負傷による欠場により、代わりに参戦となった、総合格闘技デビュー戦のチョン・ブギョンと、イニイベントで対戦。腕ひしに十字固めを二度極めかけられるなど苦戦するも、パウンドで流れを引き寄せ3から例の、判定勝ち。 2008年3月15日、ドリーム1のライト級グランプリ1回戦で JZ カルバンと対戦。1R 序盤、カルバンが眺った体勢から振り下ろした肘が青木の首に当たってしまう。反則行為であるエンズンへの打撃とみなされ、ダメージの残る青木に3分間のインターバルが与えられるも回復せず、偶発的なアクシデントにより、ノーコンテストとなった。 トーナメントの勝ち上がりは主催者預かりとなったが、4月4日の記者会見で没収試合に最低変更の上ドリーム2で再戦することが発表された。2008年4月29日、ドリーム2で JZ カルバンと再戦。1R にカルバンのパウンドを受けるもバックを奪い、2R にも再三飛び関節を仕掛け、3から0の判定で勝利。 前年の大晦日から続いた因縁に決着をつけた。2008年6月15日、ドリーム4のライト級グランプリ2回戦で、長田勝彦と対戦し、マウントからのフットチョークで一本勝ち。2008年7月21日、ドリーム5のライト級グランプリ準決勝で、宇野香ると対戦。終始ペースを握って次々と関節技を仕掛け。 うのの粘りに一本は奪えなかったものの3から0の判定勝ち。決勝ではリザーブから上がってきた弱気無反戦にパウンドで TKO 負けを喫し準優勝となった。2008年9月23日、ドリーム6ではトットムーアと対戦し、裸し目で一本勝ちを収めた。試合後にマイクを持つと、僕が大黒柱です。僕の前に試合をした秋山。 マイケル・ジャクソンに吉し先輩、青木深夜と大晦日にネバーランドではおあをしませんかと、秋山吉しに対戦を要求した、秋山の韓国での自分の人気の高さは、マイケル・ジャクソンに匹敵するという発への皮肉を込めた、挑発である。2008年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2008で、エディ・アルバレスと対戦し、かかとがたみで一本勝ち。 試合後のマイクでは、ゆふくよく聞け、日本がトップだこの野郎。と絶叫した。この勝利により、初代ワンマ世界ライト級王座に認定された。2009年3月8日、ドリーム7で、デイビッド・ガードナーと 74kg 契約で対戦。ガードナーが、ハロージャパンと発生した隙をつき、チョークスリーパーを極め一本勝ちを収めた。 試合後のコメントで、ウェルター級グランプリへの参戦を表明した。2009年4月5日、ドリーム8のウェルター級マイナス 76kg グランプリ1回戦で、桜井マッハ即人と対戦し、開始直後にテイクダウンを奪ったものの、バタフライスイープで大位の逆転を許し、開始27秒パウンドで小負けを喫した。桜井からは、青木は、 チョン・ブギョンに2回も腕十字を取られかけている。寝技のレベルで言ったらブギョンの方が上。俺はチョン・ブギョンと一緒に練習したが、全然寝技が強いとは思わなかった。青木程度の寝技は研究されると使えなくなる。結局技術が均衡したところで、青木にはない体力がものを言うと痛烈な批判を浴びた。2009年4月29日。 ディープ M-1 チャレンジサードエディションインジャパンで、エメリアエンコ・ヒョードルとサンボイ着用、打撃ありのスーパーエキシビションファイトを行った。お互いに見せ場を作った後、終了間際に、青木が、ヒョードルのアキレス剣固めにタップアウト。2009年7月20日、ドリーム10で、美ト・シャオリン・ヒベーロと対戦。シャオリンとの対戦が決定した際に、柔術世界王者、 シャオリン相手に思いっきり寝技で勝負します。と戦していたにもかかわらず、試合では寝技を避けて、終始スタンドでのミドルキックや膝蹴りで攻勢となり、判定勝ち。試合後のリング上で、いやぁ、ムエたいって面白いでしょ友人である藤原嵐の発言のオマージュと発言すると、会場からブーイングが起こった。また、試合後の会見では、最初から判定上等。 でしたと発言した。2009年10月6日、ドリーム11のライト級タイトルマッチで3度目となった、弱き無関戦と対戦し、試合終了残り4秒となったところで腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを、収め王座獲得に行し、ドリーム初の日本人王者となった。2009年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2009のドリーム VSSRC、 選挙区対抗戦で、SRC ライト級王者、広田水人との王者対決を戦い、ハンマーロックを極めるが広田がタップアウしなかったため、右上腕を骨折させ見込み一本勝ち。勝利後のリング上で横になったままの広田に対し、舌を出しながら中指を立てるファックサインで侮辱し、さらに会場中に向かって、ファックサインをして、観客を侮辱するなどなど物議を醸す結末となった。 その時、セコンド陣から、止めろ。と即制止させられた。試合後の記者会見や試合翌日の記者会見で、フィニッシュした極め技のことを、笹原慶一プロデューサーから差しに行けと言われたので、刺したので、笹原慶一2010ですと発言した。広田を試合後に侮辱したことに関して、笹原プロデューサーから厳重注意が与えられたことが、発表された。 試合翌日の会見で、青木は広田を侮辱したことについて謝罪した。2010年1月7日、ダイナマイトでの試合後の不道徳行為について、パラエストラ東京から厳重注意が与えられ、パラエストラ東京の指導スタッフから解任されたことが発表された。同日に行われた記者会見で、SRC 当局は試合後のインタビュー等においても、 形式的に謝罪の弁は述べているが、フィニッシュした極め技のことを、笹原さんが、刺しに行けとい、しっかり刺してきたので、笹原慶一2010ですとコメントしたり、広田選手の腕を確実に折りに行きましたと述べるなど、誠意と謝意は、微塵も感じられない言葉を重ねている。青木自身は、もとより彼を、その影響下に置き、煽り立て、 結果としてかかる振る舞いに至らしめたと推測される関係者に対して心からの猛省を促すとともに然るべき処罰を強く求めます。少なくとも厳重注意、反省といったお手盛りの言葉とやりとりで許される類のものでは決してないと処罰を要求する意見書を発表した。2010年4月17日、アメリカ合衆国で開催されたにて刑事デビューし、 ストライクフォス世界ライト級王者、ギルバート・メレンデスの王座に挑戦するも終始圧倒され、18度のテイクダウンを試みるが一度も成功せず、寝技でもパウンドを受け続けるなどして0から3の判定負けで王座獲得に失敗した。試合後は、メレンデスの所属チームであるシーザー・グレーシー充実アカデミーに弟子入りを申し出、主席コーチであるシーザー・グレーシーより承諾を受けた。 2010年5月21日付で2006年2月17日から保持していた2007年2月17日以降防衛戦を行っていなかった州都世界ミドル級王座を返上した。2010年7月10日ドリーム15のライト級タイトルマッチで川尻達也と対戦し 1R にアキレス剣固めで一本勝ちを収め初防衛に成功した。 試合後のリング上で指示ですが、僕は結婚します。と結婚することを宣言した。2010年9月25日、ドリーム16でマーカス・アウレリオと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。試合前のアオり VTR では結婚父親となったことが発表された。2010年12月31日、 ダイナマイト、勇気の力2010で、長島自衛をつゆう一郎と対戦。試合は、ミックスルール、1R が3分の特別、キックルール、フリーノックダウン制、2R が5分の総合格闘技ルール、2R で決着がつかない場合は、判定なしで行われたが、2R 開始直後に、青木がタックルを仕掛けた瞬間、長島の右飛び膝蹴りが直撃し、 倒れ込んだところを鉄槌で追撃され、2R4 秒で失神小負け。この試合では、1R に明らかに時間稼ぎのクリンチや、ドロップキックなどで逃げ回り、反則であるロープにつかむ行為も行い、会場からはブーイングが浴びせられており、この試合の解説を行った、須藤元気には、バチが当たった、正人には、逃げてちゃ勝てないですよと告評された。一方で、北岡の勝など、 ああしたルールである以上勝つための手段としてならば、攻められるものではないといた旨の評価もあり、工業論や競技制などを問う議論ともなった。2011年4月9日、デライル・ビアボームと対戦し、開始1分33秒、ネッククランクで一本勝ち、2戦目にして、全米初勝利を挙げた。2011年5月29日、ドリームジャパン GP で、リッチ、 クレメンティと対戦。終始グラウンドを支配し、ニアール2分14秒、フェイスロックで一本勝ち。当初は、ビラミー・シケリムと対戦する予定だったが、シケリムのパスポート切れで試合は消滅。その後、ジェイミー・バーナーとの対戦見込みが経っていたが消滅。5月16日に、アントニオ・マッキーとの対戦が決定したことが発表されるも、5月20日に、マッキーの欠場が発表。 最終的にクレメンティが選ばれた。非常に対戦相手ラビが難航した試合だった。2011年9月24日、ドリーム17で、元 WEC 世界ライト級王者ロブ・マックローと対戦し、フェイスロック、ドリームの公式記録は裸締めで一本勝ち。2011年12月31日、元気ですか大晦日。 2011で練習仲間でありたびたび戦うことはないと共に明言してきた北岡悟を指名してドリームライト級王座をかけて対戦。全局面で圧倒し判定勝ちを収め2度目の王座防衛に成功した。2012年4月20日アメリカ合衆国で開催されたベラトア66でエディアル・バレスと再戦しアッパーで ダウンさせられた後のパウンドで1キコ負け。2012年7月3日、自身のツイッターで、東南アジアを中心に活躍する、1FC と契約を交わしたことを発表した。2012年10月6日、1FC6 で、アルナウドルポンと対戦し、1R 三角締めで1本勝ち。試合後には、同大会で勝利し、1FC ライト級王者となった。 僕、光明への挑戦をアピールした。2012年10月18日、自身のブログで、ドリームライト級王座の返上を発表した。2012年12月7日、ドリーム18で、アントニオ・マッキーと対戦することが発表。しかし、青木は以前からドリームの大晦日工業に出場しない意思を表明しており、今回出場するにあたっても、 剥奪されたベルトですからね。僕がドリームのチャンピオンだったとか、そういう気持ちはないですね。ドリーム自体は過去のものだったと思っていますなどといった発言をし、かつては親とさえ呼んでいたドリームサイドとの溝を示した。2012年12月31日、ドリーム18でアントニオ・マッキーと対戦。ニアールに、 右服をヒットさせるとマッキーがタップし、マッキーの繊維喪失による TKO 勝ちとなった。試合後のマイクアピールでは、僕とドリームで親子喧嘩があって、見苦しいことがありました。でも、俺は一生懸命やっているからみんな応援してよ。と言った。2018年現在、全キャリア中スタンドでの打撃で決まった唯一の試合となっている。 2013年4月5日、1FC8 で、僕光明の持つ世界ライト級王座に挑戦し、2アールに、リアネーキドチョークで一本勝ちを収め王座獲得に、成功した。試合後に、方が、蛇に睨まれたカエルのように動けなかったと語ったほど、一方的な青きペースの試合であった。2013年10月18日、フェザー級転校初戦となった 1FC11 で、 コディス・ティーブンスと対戦し、判定勝ち。2013年11月、ユフックからシンガポールで開催されるへの出場オファーを、受けるも金銭面の不満から断念した。2013年12月24日、第2子が誕生。2013年12月31日、猪木ボンバイエ2013の MMA ライト級ワンマッチにて都市と対戦し、 開始49秒で腕ひしぎ三角固め、イグフの公式記録は三角締めで一本勝ち。都市の戦績は11勝9敗で青木との実力差は明確だったが、都市の死である桜井マッハ即人はこの試合が、青木の指名による成立であると発言した。2014年8月29日、ワニ FC19 の世界ライト級タイトルマッチでカマル・シャロルスと対戦し、 リアネーキドチョークで一本勝ちを収め初防衛に成功した。2014年12月31日、猪木ボンバイエ2014で山本裕樹と対戦し、ツイスター、イグフの公式記録は変形ネックロックで一本勝ち。2015年5月22日、ワンチャンピオンシップ27の世界ライト級タイトルマッチで安藤浩二と対戦し、3から0の 判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2015年12月29日、リジンファイティングワールドグランドプリ2015埼玉 3D エイスで桜庭和志と対戦し、バックマウントの体勢からパウンドを打ち続け、タオル投入で TKO 勝ち。2016年11月11日、ワンチャンピオンシップ49の世界ライト級タイトルマッチで、 エドワルド・ホライアンと対戦し、3R に飛び膝蹴りからのパウンドで TK を負け、3度目の防衛に失敗して王座から陥落した。2013年6月9日、ロサンゼルスで開催された、メトアモーレス2でクロングレーシーと対戦し、ギロチンチョークで1本負け。2016年8月13日、 マカオのザベネチアンマカオで開催されたワングラパリングハッキャランチマクオに出場し、2回戦でブルーのバルボーサに反則負けで敗れた。2017年5月26日、シンガポールのシンガポールインドアスタジアムで開催されたワン55でゲイリーとノンと対戦し、ヒールホールドで1本負け。2016年8月27日、韓国で ちょいわんちょいと対戦し、引き分ける。2014年4月27日、パキスタンジャパンフレンドシップフェスティバルのイグフ、提供試合にて、プロレスラーとして、沢田敦史と対戦して、プロレスデビュー。試合後には、プロレスでも総合格闘技でも、要望のある方で戦うと語った。2015年2月20日、イグフのゲノメ32で剣道家臣と対戦し、 体固めで敗れた。2016年5月29日、イグフのゲノメ36で、鈴川真一とタッグを組み、裁量にアンド、不動力役味と対戦するが、鈴川が相手チームに攻撃されても救出する動きを見せず。また、自身は攻撃を受けず、コーナー最上段に腰掛けて、場外乱闘を傍観するなど無気力ファイトを見せた。そして試合後には、遅松。 今まで生きてきた中で一番苦痛な時間だった。金が欲しくて試合をしているわけじゃない。やりたいことをやっているわけだから、今後は、イグフに限らず、自分が情熱を燃やせる舞台に立ってみたいと、イグフ離脱を示唆した。2016年6月19日、新日本プロレス、大阪城、ホール大会を、北に公明オーナーの隣で観戦。 かねてから新日本プロレス出場を熱望していた、青木だったが、北にオーナーは、あくまで最終判断は現場に任せます。として、判断を現場に委ね、青木は新日本プロレス出場を果たせなかった。2017年4月5日、イグフの新ブランド、ニューの旗揚げ大会、ニューオープニングシリーズ後楽園大会で、藤原義明と対戦し、時間切れ引き分け、 2018年より DDT プロレスリングに参戦。2018年10月28日、DDT、後楽園、ホール大会にて第41代 DDT、エクストリーム級王者、原島と対戦。王座をダッシュ。2019年1月3日、DDT、後楽園、ホール大会にて挑戦者頼むサクトバと対戦。初防衛に成功。 総合格闘技の試合時にロングスパッツの着用が世界的に許可されなくなる中で、青木や名優である北岡悟はロングスパッツを着用して試合に臨んでいたため、ロングスパッツが試合に影響を与えているのでは、として2006年末頃から主にインターネット上で着用の是非が議論の的となった。これについて、青木自身は寝技の時に相手や 自分の汗で滑りやすくなることがあるので、それを防ぐために着ていると語っていた。2010年7月10日のドリーム15の川尻線では、ロングスパッツではなく、普通のトランクスを着用し、アキレスが固めで一本立ち、川尻線を自身のツイッター上で、スパッツにうだうだ言ってたやつがしょう。と発言した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。